群馬県瀬田郡のハニ瀬田郡は群馬県にあった郡、おおむね上記の区域を合わせたものだが行政区画として確定されたものではない。1896年に発足した当時の郡域は現在の行政区画ではおおむね以下の区域に相当する。1892年に市政を施行し前橋市となった区域と根川、伊勢三王町。 西前意町、中内町、東前町及び山王町1.2丁目の一部、明治以前までは赤城山の山陸全域にまたがる軍であったが、その後の軍の再編によって、群馬軍、利根軍との事実上の境界線変更が行われ、軍域が赤城や舞南、利根川伊東に確定した。軍名の所見は、俗日本記の天平商法元年うる5月20日。 瀬田軍少ニ領の噛み付けの足人が記されている。このため噛み付けの死の勢力範囲にあったと思われる。県軍年代や古代の軍域は共に不明であるが、中世には赤木山を中心にその山麓に広がっていた。演劇式神明庁には、名神大社である赤木神社が記載される。また、赤木神社は、上野国二宮でもある。荘園については、大室章。 廃イ将山上保津、大子里などが軍内に存在していた。山城、大御からは後に、秀里流藤原氏の山上氏、大御氏が出ている。戦国時代、上杉の利政が、上野での勢力を喪失した後、瀬田軍は、武田氏、長上杉氏、御北条氏の三勢力の接する場となり、両首も目まぐるしく変わる争奪地となった。その後、武田、 上杉の勢力交代によって、天正年間後期には、ほぼ全文が、御北上氏の勢力下に入った。御北上氏の後、徳川家康配下の初大名に、瀬田軍は領有された。南西部に、前橋藩、南部に、大御藩、北部に、沼田藩、その他天領や旗本領が混在していた。1616 16年には、領主に伴い、大御藩が、 前橋半領となった。1、南吉村に、北立花村3、横野村4、四季島村5、藤見村6、羽賀村7、勝中屋村8、木瀬村9、荒戸村10、大御村11、宮城村12、春川村13、新里村14、黒骨村15、東村22、上川淵村23、下川縁村、桃、前橋市屋か。 渋川市大々、気流式、緑市21は、当時の前橋市。タイは、近世の瀬田郡に含まれる地域、平成の大合併前の自治体。ありがとうございます。